いつもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。おつぐり。さあ今回も面白かったらぜひ高評価お願いします。お願いします。さあそれでは参りましょう。検証スタートです。まずは敵と全く同じ位置に苗木を植えた場合どうなるのか行きましょう。それぞれ別々のマッチで同じ場所に苗木を植える。そして同じマッチへ。これ何度かやってて分かったんですが、同じ場所に植えた敵がたまたま同じマッチになった場合、どちらかが少しずれるでした。重なるのかなと思ったけど、そうじゃなかった。続いて、転がる岩は丸い岩だけじゃない。知ってる人も多いと思いますが、砂漠地帯にあるこの岩、これも実は転がる。さあこれ食らったらどれくらいのダメージがあるのかってことでやってみる。165ダメで丸い岩と同じ。いろんな場所にあるのでこれ注意してください。お次はチャグキャノンやチャグスプで苗木の実がまた復活するのか。結果は復活しない。雑草を抜いた後にもやってみたんですが、結果は同じ。でも結構いろんな人が復活するんじゃないかってリクエストがあったので、打つ場所や投げる場所とかも関係しているのか、あるいはラッキー要素でたまに復活するとかなのか、まあ、いろんなケースが知りたいので皆さんの体験談を教えてください。続いてチャグキャノンはテントに預けられるのか。残念、預けられない。続いてボーラーは修理用トーチで直せるのか。結果は直せる。お次はデバウアーの骨付近に埋まってる宝箱を掘ると、結果は掘り出せない。多分これはバグだと思います。次は動物のスプレーで回復できるのか。まずは乗りながら回復してみる。乗りながらだと回復しない。でもプレイヤーは乗りながらでも回復できる。降りてやってみると、動物もスプレーで回復できる。
さあストーム酔いの最大ダメージはどれくらい？いきましょう。まずストーム酔いまでどれくらいのストームダメージを食らうとなるのか、今回はちゃんと調べてみました。着地後すぐにストーム発生場所へ行く。ここからストーム酔いの警告が出るまでずっとストームの中にいる。さあここから2打目ストーム、そして警告表示が出た。これまでの累計1打目ストームで550秒、550打目、2打目ストーム25秒で50打目、ということで600打目食らうと警告が出る。さあさらにそこから2打目ストーム75秒滞在で150打目、ということで累計750打目食らうと酔うことが分かった。この時2打目ストームと酔い打目4プラスで6打目ずつ減っていく。さあストーム酔いした状態で最終アンチになると一体どれくらいのダメージを受けるのか。結果は30打目食らう。10打目ストームプラス酔い打目が20、酔った場合その時のストームダメの倍が加算される。単純計算でその時のストームダメの3倍食らうでした。前回の動画でいただいたスーパーサンクスです。250円、たかひろさん、スパゴリ Thank you、 ありがとうございます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたらコメント欄、または他の人に見られたくないって人は概要欄のコメントフォームからお願いします。以上若ゴリでした。バイバイ。お作り。